今からチューニングピンを磨いていきます。ご覧の通りにドロドロに汚れておりますので、今から頑張って磨いていきます。ここのピンを今磨きました。あと残りも磨いていきたいと思います。はい、チューニングピンが、全て磨き終わりました。ご覧のように光っております。今日当初の汚れから見たらかなり、光って綺麗になったと思います。はい、チューニングピンの磨きが終わりました。これはプルッツナーの、センターピンをね交換しているところですね。このようにピンが通ってるんですけども、こういうふうに赤いねフェルトがねピンの周りに巻かれてるんですけども、これはね工場で右から左にギュッと通しますのでね、右と左のテンションが違います。なので右と左の、このピンの硬さがねやっぱり10年20年使ってるとね違うようになるので、まず左右のバランスを穴の大きさを揃えてから、それに合うセンターピンを、入れるというふうなことをやっておりますね。はい、右と左今調整しておりますね。でこういう専用のね、ニードルで、削って調整をして左右の穴の大きさを同じにしてからセンターピンを入れるというふうな、段取りになりますね。こういう細かい作業を、88件全部ねさせていただいておりますね。はい、スムーズに動くようになりましたね。はい、そんな感じですね。はい、全てのハンマーをこのように調整しているというふうな状況です。空取りをしています。空取りというのは鍵盤を引き始めて鍵盤を押し始めてハンマーがすぐに始動しないといけないんですが、この緑のフェルトがついている部品がピクピクしていると思うんですが、この分だけまだ鍵盤を押しても遊びがあってハンマーが動き出していません。このために、力が、この分指の力が伝わっていないのでハンマーがしっかり運動量が足りなくて二度打ちこうリバウンドしていますね。これ揃えたものです。これ指の力がしっかり伝わっているんですが、しまいます。これを鍵盤を引くとすぐに部品が動き出すようにこの、ここですね、パイロットボタンを、回しながら、しっかり調整していきます。ダンパーの始動を合わせて揃えていっています。ダンパーの始動というのはこの、
音を止めている白いフェルトがついたのがダンパーです。これが動き出す、のを揃えていくんですが、だいたいハンマーが、弦に、届くまでの距離の半分ぐらいでこの、白いダンパーが動き出すのが、正しい寸法なんですが、このピアノ全体的にちょっとハンマーが動き出しただけで、ダンパー、白いフェルトのついた部品が上がって動き出してしまっています。この分このダンパーを動かそうとする、重みが指にすごくかかっています。なのでこのピアノとってもタッチが重かったので、この半分いってから動き出せばいいので、そこに、全部揃えていきます。